全員集合したな。よし、これよりミカサ撃破作戦の説明を行う。帝国歌劇団パリ歌劇団の花組は長芸丸にてミカサに強襲をかけます。その後外壁部を移動し環境部分を制圧、敵魔装騎兵を撃破します。みんな頼む、ミカサを止めてくれ。でも大神藩の後部はまだ修理が完了してへんで。そいつは心配いらねえ。かすみ、モニターに出してくれ。帝国歌劇団の最終決戦兵器、装備だ。装備完成してたんかいな。都市エネルギーを搭乗者の霊力で制御する新型量子核機関を搭載。天部を超えるパワーを出すことに成功した新型機体だ。大神、お前はこいつに乗れ。だがな、装備はそのパワーの強さのために一人では制御できん。二人の霊力でようやく制御が可能になる。しかもお互いの霊力が調和しなければ、霊力の暴走により搭乗者の精神は破壊される。そして今装備に乗ることができるだけの霊力を持っているのは、さくら、花火、エリカ、コクリコ、アイリス、以上5人だ。大神、最も信頼のできるパートナーをこの5人の中から選ぶ。お前が一生をかけて守っていきたいと思えるパートナーをな。大神さん、どこまでもついていきます。大神さんのお望みのままに、私はどこまでもついていきます。大神さん、いいですよ、私信じてますから。大丈夫だよ、僕が一郎を守ってあげるからさ。お兄ちゃんと一緒ならアイリス、怖くないよ。はい、わかりました。お供いたします。よし、帝国歌劇団とパリ歌劇団、二つが一つになったな。帝国もパリもねえ、おめえたちが平和を守れ。大神歌劇団がよ。よし、反撃の準備はできたな。状況はどうだ。ミカサは砲撃を続行、地上の魔装騎兵は軍によって、いえ、ダメです。浅草、銀座で撃破した大型魔装騎兵2体出現、軍が後退していきます。大型魔装騎兵の出現により金色の蒸気が広がっています。関東一帯の蒸気機械が暴走。なんてこと、これでは帝都はもうすでに壊滅したも同然だわ。長休め、全てを無に返すつもりか。ミカサを取り返したとしても帝
兵とは。隊長の言う通りだ。敵と戦う前に己に負けてどうする。うちらが力を合わせたら何でもできるはずや。今までかってそうやったやないか。そうですよね。みんながいれば大丈夫ですよね。了解。隊長、この戦いに勝つ方法は一つです。歌劇団を二つに分けましょう。それしか方法はありません。地上には大型魔装機兵が2体出現したから、その戦力差から考えて三笠強襲部隊5名、地上部隊8名が妥当だ。いらないよ。代わりにあのミカサは私がいただくからね。了解しました。全員生きて戻ります。よし、決まったな。これが最後の戦いになる。俺にもこの戦いの最後がどうなるかわからねえ。だがおめえたちなら、大神歌劇団ならやってくれると信じている。08260をもって作戦を発動する。大神、出撃命令を出せ。了解。